共に、市民党は、かつて短期間存在した、韓国の政党である。2020年3月8日に、市民のためにという透明で発足、同年3月18日にともに、市民党へ改名、同年5月13日にともに、民主党へ吸収される形で解散し消滅した。発足当初は、ムンジェイン大統領を支持する人々が、 国政選挙の比例代表制で議席を確保するために結成した政党で文在寅政権や与党の共に民主党とは組織的な関連性がなかった。だが民主党が選挙対策を変更して比例代表への立候補に特化した新政党を必要としたため途中から民主党へ比例代表で選挙協力する政党となった。 両党の選挙協力は2019年に改正された公職選挙法の新制度を無力化する面があったため、脱法的な政党という批判的な意味合いから、韓国のマスメディアは共に市民党を衛生政党と表現する場合もあった。韓国では、文在寅政権が国会に上提した公職選挙法の改正案が2019年12月27日に可決され、 第21代総選挙から比例代表を準連動型比例代表制と呼ばれる新しい制度で配分することになった。新しい制度では比例代表47議席のうち30議席を連動型比例代表制によって配分する。配分方法は各党の小選挙区当選者数と政党得票率を公選法第189条の定める計算式に 当てはめて算出するもので、政党得票率と比して、小選挙区の獲得議席数が少なかった場合、政党得票率に見合った総議席数を保障する仕組みとなっている。連動型比例代表制の議席配分方法は、小選挙区で獲得した議席の数が多い政党に不利となる制度であるため、公選法改正案に強く反対していた自由、韓国党は、 連動型比例代表制を形骸化させる手段として、比例代表に特化した衛生政党を分党する方策をとり、2020年2月5日に未来韓国党を分党した。公選法改正案に賛成した民主党は、当初、自由韓国党の動きを潔くない投票戦場行為と批判していたが、同時に党内ではこのままでは最悪の場合10議席上損をすると、 現状を有慮する声も少数意見として上がった。そして、総選挙への準備を進める中で、総国の不正発覚や経済政策の不振を理由とした中道層の支持離れや若年支持層の離反が懸念されると、民主党は国会第一党支出のために3月に入ってから従来の方針を覆して、比例代表に特化した政党の活用を模索するようになった。 比例政党の設置に際し、一時は民政党や緑色党との連携も模索されたが、民主党は3月17日に、文在寅を支持するプラットフォーム政党、市民のために、を連携先とすることを決定した。一方のプラットフォーム政党、市民のために、は、ソウル大学校教授の浮州と建国大学校、教授のサイマスネを、 共同代表として2020年3月2日に結成宣言を出し、他党との連合を前提とする政党として3月8日に決闘された。決闘直後は正義党との連携も模索していたが、3月17日に文在寅大統領の与党であるともに、民主党及び軍省政,政党の基本所得党や時代転換、移行環境党、移行、 平和人検討と連携することを決め、同日中に各党を協約書を調印した。これを受け、市民のためには3月18日に党名を共に市民党へと変更し、合わせて総選挙の公認候補選出を各党と共同で進めていった。そして3月23日に比例候補34名が発表されたが、その内訳は民主党から20名、 市民党からの推薦者が12名、基本所得党と時代転換から各2名となり、移行環境党と移行、平和人権党は比例公認から脱落した。その後、比例公認から脱落した以降、平和人権党は比例党連合を離脱した。民主党と市民党の共闘決定により、正義党や緑色党といった、韓国の進歩系少数派政党は、支持率が軒並み急落し、 選挙戦を戦う上で致命的な打撃を受けた。そのため、総国の擁護等でもに民主党寄りの論人を張った、左派系新聞のハンギョレも民主党と市民党の共同について自社のコラムで政治の対抗であり、選挙法を無力化する行為であると批判をしている。市民党は4月1日に選挙公約を発表したが、 その内容が民主党の公約と全く同じであると批判を浴びたため発表から半日も経たずに公約の修正を迫られた。また母体政党と比例政党は選挙法上別の政党として共同運動が禁止されているにもかかわらず民主党と市民党は様々な手法を駆使し実質一つのチームとして選挙運動を行ったため 中央選挙管理委員会から警告を受けた。2020年4月15日、予定通り実施された第21大総選挙の比例代表制で、未来韓国党の19議席に次ぐ17議席を獲得し、民主党、未来統合党、未来韓国党に次ぐ国会第4党となった。総選挙直後の4月20日、民主党は市民党と統合する方針を明らかにし、 5月12日に統合に関する党員投票を行い賛成多数で可決された。そして翌13日に両党合同会議で両党指導部が統合に合意し、市民党は民主党へ吸収される形で解散した。なお、基本所得党と時代転換から参加して当選した二人については議員職を維持するために合同に先立つ12日に、 除名措置が取られた後、元いた政党に復党した。初代指導部、ありがとうございます。